power of dreams. どういうお客様たちに乗っていただきたいかっていう私たちの、まあ、一つの夢になるわけですけれども、少しでも何かにこだわりたい、いいものを持ちたい、ワンランク上の、気持ちよい楽しい生活を、目指したい、まあ、そういった思いの人たちに向けて、今回新しい、エディションプレステージを作りました。やはり気持ちよく走りたい、ハンドルを握る以上は気持ちよく走るっていうことを、このミニバンのこのカテゴリーの中においてもそういった車があってもいいんじゃないかと、まあ、そのためにこだわった部分といいますのは、大型の上級のミニバンの中で気持ちよく自分の意思に沿って加速ができ、そしてまたワインディングも自分の意思に沿ってコーナーがきちんと曲がっていける、まあ、そういった楽しいミニバンっていうものがあってもいいんじゃないかなっていう思いで、ホンダの最高峰であります300馬力のエンジンをあえて搭載しまして、でなおかつその300馬力の動力性能に見合ったサスペンション、そしてそれを受けるボデ、そういったところもしっかりと強くして一体感のある走りができるように作り上げました。エクステリアデザインにおいてはですね、やはりダイナミックな特性を外からも分かりやすくしたい、大型のグリルを中心にしてワイドに強く見せたい、リアからもワイドに大きくしっかりと強い見え方、インテリアにおいても大型のコンソールを設定しまして、コックピット感を醸し出してその走る気持ちよさ、それをさらに演出しております。まあ、走りだけっていうふうに言いますと単なるスポーティースポーツカーを目指したのかっていうようなことになってしまいがちですけれども、基本はミニバンでありますので、ミニバンとして重要な乗り心地で、3列のシートに座った全ての人たちが気持ちよく乗れる、そしてなおかつ音や振動を抑えた静粛性っていうものも備えて大変快適で上質なミニバンというものになったということで、その走る気持ちよさ、それに上質を加えた新しいミニバン、それがプレステージだというふうに思っております。初めてこの新しい、まあ、エディションに乗ったわけなんですけれども、まあ、こう印象としては、まあ、最初ねこう300馬力っていうことで、まあ、こういう、まあ、ミニバンで300馬力っていうのはねちょっとこう想像がつかなかったんですけれども、すごいこうパワーのイメージを持ってたんですけど、まあ、そういう感じじゃなくてすごくこう
まあ、乗りやすいっていうかね、ホンダのイメージからするとこう300馬力でっていうと高回転ですごくこうパワーが出てくるっていうイメージがあるんですけども、こう普段乗るのにはね、そのどのその回転域でもその欲しい時に欲しい、まあ、トルクパワーっていうかね、それが出てくるっていう感じがして、まあ、すごく、ストレスなくね、乗れるんじゃないかなっていう感じが、すごくします。まあ、あとこう足回り的にもね、この太いトルクをね、常に足回りがフォローしてってくれるっていうのかな、でこのパワーに対して足回りがきちっとついてってきてくれるっていうね、なんかこうイメージ的にはもうちょっとこう重たくてこう大きな動きをするのかなっていう感じがするんですけれども、それがねこう乗ると非常にこう軽快だし、エンジンのパワーもあるんで、その車がすごく身軽に動いてくれる。でそれに対して、まあ、エンジンのレスポンスとその足回りとの、ね、マッチングがすごくいいかなっていう感じがしますね。あ、ブレーキがいいね。ブレーキのその行く感じがちょっと行き過ぎたなと思った時にブレーキ踏んでもなんかこう車の姿勢が大きく変わらず止まってくれる。だからまあそのこういうところでぐっと止まってもその車の姿勢変化がすごく柔らかくて乗ってる人にこう嫌な不快感を与えずに止まってくれる感じがする。まあね、こんだけの大きなボディ止めるんでそのブレーキっていうのは非常にこう大事な要素だと思うんだけれども、サスペンションとそのブレーキのマッチングもすごくいい感じですよ。見た目もね、前から見た迫力感だとか、まあ、ミニバンなのにね、こう18インチのホイール、まあ、タイヤがね設置されているということで、まあ、ちょっとこう今までのこうエルシオから比べるとまた全然違う車なんじゃないかなっていう感じぐらいね、こう迫力のあるスポーティー感のあるね、格好になったんじゃないかなという感じです。まあエキゾストもね、リアで4本出しのエキゾストが付いているということ、まあ、その辺がね、まあ今までのこうなんかこうエルシオンのイメージからなんていうのかな、こうスポーティーっていうか、まあスポーティー感もあるんだけれども、なんかこう押し出しの強いね、こう存在感のあるなんか車になったんじゃないかなと。そのなんかこう外見のね、そのアグレッシブさとこの乗った感じのイメージとのギャップもなかなかいいよね。外から想像つかないなんかラグジュアリー感が中にあって、家族だとか友達とどっか移動するにもこの空間っていうのはすごくこう特別な空間っていうか、余裕のある空間っていう感じがしていいんじゃないかなと思いますけど、このコックピットってなんかこうすごくこうドライバーズコックピットっていうか、こう運転する人のためにこう設計されたみたいな感じがするじゃないですか。メーター類もすごく見やすいしね、操作類もすごく操作しやすいし、こう手の届くところにシフトがあり、自分が乗った時に楽しい車っていう部分と、まあ、後ろに乗っかってね、誰かに運転してもらってもね、非常にこう、2列目のシートすごくこう快適感があって、なんかこれからのね高級車ってこういう感じなのかなっていう感じがしますよね。なんかだから、まあ、自分で運転しても楽しいし、人を乗して、走っても楽しいし、自分が後ろに乗っかってもまた楽しい車なんじゃないかな。この車、その大きい意味でバンと感じたことっていうと、やっぱりこのエンジンのゆとりっていうのが、まあ、すごくこうね、乗ってみてそのゆとり感で、そのまあ見た目のスポーティー感とそのエンジンの余裕感っていうのかな、そのマッチング、そして中のその居住空間のその快適な感じ、その辺がねすごくこう感じるんで、まあ自分もねやっぱりこう、まあ僕の年って今46なんですけれども、まあその家族があり、まあいろんな移動の手段としてはその一番僕らの年の年代でその使い勝手のいい車なんじゃないかなって感じがしますよね。なんかこうすごくこうおじさんっぽくなっちゃわないし、その走りに対してもすごくこう快適感もあるしっていう感じで、ちょうどなんか僕らの年がすごくこうターゲットとして一番いい感じの車かなって感じがするんですけどね。
ホンダのね、ミニバン作りっていうか、ホンダ自体の考え方だと思うんですけれども、やはりそのミニバンとしての機能ということだけよりもね、やはりその走りっていう部分にすごくこだわってると思うし、今回のこのプレステージに関しては、エンジンのそのパワー感、トルク感という部分とその足回りのね、そのマッチング、車ってやはりそのトータルのバランスがすごく僕大事だと思うんですけども、その辺のね、そのバランスが非常にこう取れた車だと思うし、今までのそのエディションに比べればその存在感、こうその迫力感というのかな、その押し出しの強さっていう部分でもすごく強くなったと思うし、室内の快適感もそうだし、でもね、やっぱり今回大きなポイントっていうのはやっぱりそのエンジンの部分と、走りの部分、その辺のマッチングがすごく うまくこうバランスされてる車かなという感じですね。僕は、今回ね、こういう形で一足先に、乗って、インプレッションしてるんですけども、やはりこうこの車の良さっていうのは、やはりこう自分たちで一回そのステアリングを握って、その走ってみないと分かんないところはあると思うんでね、ぜひね、お近くのディーラーで乗ってみると、この車の良さがもね、またより分かるんじゃないかなと思います。この車でも走りすごいいいよね、これ。